タゾティーカンパニーはアメリカ合衆国に本社を置く紅茶とハーブティーの製造及び卸売業者。現在はユニリーバの子会社である。2021年に販売されているティーバッグタゾは1994年にスティーブ・スミスと彼のビジネスパートナーであったスティーブン・リー・トム・メッシャーによってオレゴン州ポートランドで設立された。 ディスミスはやはりポートランドで1972年にスタッシュ・ティー・カンパニーを共同設立していたが、スタッシュ・ティー・カンパニーは1993年の秋に山本山に買収されていた。スミスは多くのレストランや食物店、喫茶店でタゾティーを支持してもらうために、食物サービス産業内の様々なコネを利用した。その中で投資元として選ばれたのが、 スターバックスの最高経営責任者であるハワード・シュルツであった。スミスは1998年にシュルツに接近し、1999年に同社はスターバックスによって810万ドルで買収された。スターバックスは茶のブランドを T バナに統一することを決定。2017年にタゾティーは3億8400万ドルでユニリーバに売却された。 アメリカでは、ティッパック及び瓶入り飲料として、スーパーマーケットなどで広く販売されている。2012年10月には、多ぞ名義で、紅茶専門店をオープンした。新店舗は、シアトルのユニバーシティビレッジにあり、広さは158平方メートルほど。80種類以上のリーフティーの他ペーストリーなどの焼き、菓子、箱入りチョコレートなどが販売されていた。同店は、 2013年に T バナの店舗に改装された。数はニューエイジスタイルのマーケティングや商品のラベリングを行っている。例えば以前はあらゆる箱に公認された T シャーマンによって祝福されたものというラベルが貼られていたほか最初のキャッチフレーズはお茶の輪廻であった。ロゴには少し変更されたエグゾで書体が使われていた。ありがとうございます。